それと撮影前に毎回油で拭くと重機が念入りに手入れされてるように見えるだろう。わかりました。さすがシュブルーズさん、普段から重機をよく扱っていらっしゃるのですね。自分の重機の手入れは日々怠らない。重視にとってこれは食事や睡眠と同じく忘れるはずのないことだ。私も毎日自分の刀を手入れしています。その形と重さを熟知して自分の体の一部とするために。そうすれば肝心な場面で裏切られることはないだろう。ええ、そうですね。この点では私たちには似ているところがたくさんあるようです。二人は共通の話題を見つけたみたいだな。私が使っている銃はこの道具とは少々違うが、扱う上でのポイントは教えてやれる。はい、それではご指導のほどよろしくお願いいたします。まず最も重要な点、銃口は決して人に向けないことだ。本物の銃であれ偽物の銃であれ、銃が手の中にあっても机の上にあってもだ。敵に対する場合はまた別の話だが。わかりました。銃を構えるときは手をまっすぐ伸ばして肩の高さにし、目は照射と照声を通じて目標に狙いを定める。こうですか。まあそんなところだ。試しにセリフを言ってみろ。これがあなたの末路よ。体をもっと横にしてみてくれ。そうすれば敵から見える標的をより小さくでき、肩が楽になる。一度手本を見せよう。これがあなたの末路よ。ちょっと失礼します、千織さん。フリーナ監督、ご相談があるのですが。ん？なんだい？こうですか？ずっと良くなった。どう思いますか？見えたよ。でも本当にそれでいいのかい？その方がふさわしいでしょう。そっか、そこまで言うならいいだろう。ほほん。彩香、シュブルーズ、こっちに来てもらえるかい？お、なんだ？今から撮影を始める。